どうも、普通ヤバいチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、ベテルギウスが爆発した際の地球への影響というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。研究者たちは、ベテルギウスが超新星爆発を起こしたら、地球からどのように見えるのか、そしてどんな影響があるのかをシミュレートしました。なお、以前にも同様のテーマを扱ったことがありますが、非常に面白いテーマなので、今回は情報をアップデートして再投稿しています。オリオン座のアルファ星、ベテルギウス。オリオン座のアルファ星、ベテルギウスは、いずれ爆発が起こると言われている恒星です。ベテルギウスの寿命が尽きると、超新星爆発と呼ばれる大爆発を起こし、非常に明るく輝きます。ベテルギウスは太陽の約700倍の大きさを持つ赤色長距星に分類されます。その時の光量にもよりますが、オリオン座の中でリゲルに次いで2番目に明るい星となっています。ベテルギウスの大元光。そしてベテルギウスは2019年末に元光し、最大で明るさが約3分の1ほどまでに暗くなりました。当時この現象が起こったのは、ベテルギウスが間もなく寿命が尽きようとしているためではないかというふうに思った方も多かったようです。ところがその後、天文学者たちによってベテルギウスがすぐに爆発することはないだろうというふうに発表されました。通常赤色長距星の寿命が近くなった場合、星の明るさが増すことが知られています。それに対して、ベテルギウスの場合は逆に明るさが減っていました。どうやら研究者たちによると、ベテルギウスから放出されたガスが固まって塵となり、光を遮ったために暗く見えている可能性が高いそうです。あくまで研究者たちの予想ですが、最近の詳細な研究から、ベテルギウスの爆発は最低でも10万年から100万年後であるというふうにされています。しかし星の年齢から考えると、これは非常に近い未来の出来事と言ってもいいでしょう。ベテルギウスの爆発を地球から見た場合、ベテルギウスは地球からとても近くにある超新星の候補となる天体であり、興味深い研究対象でもあります。そこで、米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究者たちは、ベテルギウスがいつか爆発して超新星になった際、地球からどのように見えるのかをシミュレートしました。なお、シミュレーションの作成には、過去数百年の間で爆発した中で、最も近くで発生した超新星である SN1987A、の観測結果を参考にしています。シミュレーションの結果、ベテルギウスは爆発後短くても3ヶ月間はとても強い光を発することになり、その明るさは半月と同じくらいに達するだろうと計算されています。以前どこかで言われていたように、満月の数百倍の明るさにまで達するというほどではないようです。ただしこれは目に見える可視光のみの話であり、他の波長の電磁波も大量に放射されています。特に最初の数週間は非常に高温となるため、高エネルギーの紫外線が主な放射となっているようです。半月と同じ明るさなので、昼間でさえ見えるため、世界中でその光を目にすることになるでしょう。昼間に人間の目にも見えるのは、最初のおよそ1年間程度ですが、その後数年間は夜であれば肉眼でも見え続けるそうです。ただし、これは現時点でのベテルギウスの理解に基づいたシミュレーションです。ベテルギウスの性質の見積もりは今後も変化する可能性があり、それに伴って爆発した時の見積もりも変化する可能性があります。ベテルギウスがこの長期的な光のショーを終えると、最終的には夜空から完全に消えてしまうため、オリオンは一方の方を失ってしまうことになります。
ベテレゲウスの爆発による影響。それではベテレゲウスの爆発によって具体的に地球への影響は何かあるのでしょうか。天文学者たちによると、予想に反して早く爆発する可能性がないとは言い切れないため、警戒する必要があると述べられています。ただしベテレゲウスが爆発しても地球上の生命は無傷のようです。爆発による放射線が生命に害を及ぼすのは、おそらく爆心地から数十光年の範囲までと言われています。ベテレゲウスは地球からおよそ数百光年離れていて、危険地帯よりもはるか外側に地球があるため安全だと言われています。しかし爆発によって意外な悪影響があると天文学者たちは懸念しています。まず、地球上の多くの野生動物が混乱する可能性が考えられます。ベテレゲウスの爆発は、月と同じくらい明るい物体が空にもう一つ追加されるようなものです。多くの動物は月をナビゲーション代わりにしており、月によって位置を把握したりしています。実際に野生動物たちは電球や蛍光灯といった人工光のために混乱しているのも事実です。したがってベテルギウスによって強力な光が発せられれば、動物たちが混乱しても不思議ではありません。そして強力な光のせいで混乱するのは人間も同じで、その中でも天文学者たちに大きな影響を与えるそうです。ベテルギウスが爆発するとしばらく夜が明るいため、天体観測が困難になります。具体的には、ほとんどの宇宙望遠鏡や地上の望遠鏡は今のように宇宙を観測できなくなるそうです。よって小さな光でも見えるように望遠鏡を改造する必要があるでしょう。以上のように、ベテルギウスの爆発は地球上に暮らす私たち人間を含めた生物に悪影響を与えることが予想できます。ベテルギウスは超新星候補としては非常に距離が近いため、恒星が超新星に至るまでにどのような経過をたどるのかを研究するための重要な研究対象であり、内部構造も物理学的に魅力的です。世界中が混乱に陥る可能性があるとは言っても、これまでで最も正確な超新星の分析を行うことで天文学が発展するのにも期待せざるを得ませんし、何よりも世紀の天体ショーをぜひこの目で見てみたいものです。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙分野の動画を普段から投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。